はい、どんちゃー、ササヤンです。本日もニュースをつついていきましょう。今日前半の話題は、中国人が日本旅行をしないのは強豪国が現れたためだとね、東洋経済が書いていたんですけども、どう見ても理由は強豪じゃないよねってね、もうポンコツすぎたお話と、後半は米国のバイデン大統領が司法から正式にあなたは認知症であるとね、確定宣言が出されちゃいまして、民主党がそれは違うぞってね、否定したんですけども、バイデン本人が肯定しちゃう動きを見せちゃうと、とってもファンキーすぎる話をします。僕の喋りを聞いて目つけた方がいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずは中国の荒れすぎる話題から。東洋経済オンラインより見出しがですね、春節日本に行くのはやめた、中国人たちが集まる国、人気の旅先だったが低競合が現れるということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。中国は2月10日に春節を迎える。景気低迷や消費の減速が顕在化しているが、海外旅行者数はほぼコロナ前の水準に回復すると見られている。だが、人気の海外旅行先で常に首位争いをしていた日本の存在感は薄い。そこには中国の景気や処理水問題だけでは説明できないあるトレンドが影響している。ちょっとあるトレンドを語る前に、今の日本はインバウンド観光客がスーパー絶好調ですからね、中国の観光需要は特に必要ございません。もう勝手にあっちで観光しててくださいませと。で、春節の海外旅行で話題を呼んでいるのは、今年1月に就航開始した中国初の国産大型クルーズ船、アドラマジックシティだ。春節期間中は9日に上海を出航し、鹿児島、長崎、チェジュ島を巡るツアーと、14日に上海を出航し、沖縄に向かうツアーがある。船上で新年を迎える9日初のツアーは、バルコニー付きの部屋が早々に完売したという、いや結局日本に来るんかいって感じですよね。チェジュ島に14日間ね、もうそのままずっと滞在してくれればいいのにと。で、これらの動きから、今年の春節は日本旅行が大人気のように見えるが、実際はそうでもない。盛り上がらない理由の一つは、処理水問題の影響が払拭されていないことだ。はいはい、出ました、板電野郎が。いたずら電話をかけまくって中二病を発動してた中国人が、何か言ってるもおとといきやがれって感じですよねと。で、処理水を海洋放出したことで、中国で激しい日本叩きが起きたことは記憶に新しい。海産物だけでなく、肌につける化粧品など幅広い日本製品が消費者に引きされ、その流れのまま突入した。もちろん日本バッシングが起きているとしても、リピーターは以前と変わらず日本に行きたがってるという声は多いが、リスクを恐れ、中国では日本ブランドのマーケティングが縮小してきている。これを聞いた河本純一が、お前に食わせるホタテはねえって言ったとか言わないとか、いや彼が言ったと思いますね。お前に食わせるタンメンはねえだと思いますけども、そういえばあの芸人まだテレビに出てるのかしら、元祖生ポー芸人さんでしたよね。ちょっと恥ずかしい感じがしますけれどもと。がしかし、処理水問題も日本人気が低下している最大の要因ではない。より大きな理由は競合の台頭だ。中国の SNS や検索サイトで春節や海外旅行と検索すると、上位にはシンガポール、マレーシア、タイをまとめたシンマータイという言葉が並ぶ。なんかちょっと響きがうまそう、サーラータンメンみたいな感じのね、シンマータイって感じね、ツルツルっと言っちゃいそうですね。なんか変なこと言っちゃってますけどもと。で、大学生の娘を持つ上海在住の会社員は、昨年9月に娘の大学合格祝いを兼ねて日本に家族旅行しようと思ったが、航空券が高すぎてやめた。春節の時に行くというふうに話していたが、春節直前に英語も中国も通じるし、ビザもいらなくなったからと、旅行先をシンガポールに変更した。あ、そうですか。シンガポールに行きたいんだったらば別に行けばいいと思いますけど、言うてもシンガポールって国が狭いし、ビルばっかりだしね、大して見どころない気がいたしますけどもね。まあそれでもいいんだったら、どうぞどうぞ行ってらっしゃいと。で、中国外交部は1月25日、シンガポールと相互ビザ免除を実施すると発表した。ビザ免除は2月9日から発行し、外交部は新年の贈り物と表現した。また、タイも1月28日、観光目的での滞在について、ビザを相互に免除することで合意した。結局、理由はビザね。ビザなしで近場の国にね、中国人は押し寄せてるといったことなんでしょうと。で、タイの観光産業回復のために中国人に対して昨年9月から今年2月末まで一時的な措置としてビザを免除していたが、正式措置に移行する。マレーシアも昨年12月から観光目的で中国人に対するビザを免除してる。だから人気の理由はズバリビザでしょ。で、東南アジアの中でも観光地として人気の高い3つの国が相次ぎビザ免除を発表したことで、どの旅行予約プラットフォームでもこれらの国の検索数と予約数が激増している。特にコロナ禍前から日本と並ぶ人気旅行先だったタイは追い風を受けている。今年の春節のトレンドは、暖かく価格が比較的に安く、ビザ免除で中国人に
優しい東南アジア一色だ、コロナ禍が明けたら日本に行きたいと以前から考えていたリピーターでもない限り日本に行くのは今でなくてもいいといった空気感になってる。ええー、加減にせよと。さっきからね、暖かく物価が安くてビザ免除しか言ってねえじゃん。しかもそれらはですね、昨年からね、もう顕在化していた問題点ですよ。何一つ新しいことをこの記事書いていません。よくもまあこんな薄味の記事をね、書いていらっしゃるもんですね。もうカルピス10倍薄めたぐらい内容が薄味ですわと。で、モバイル決済アプリのアリペイのジャン CEO は昨年12月に開いたメディア向け説明会で日本での決済アプリの利用動向から韓国や香港からのインバウンドはコロナ禍前の水準に戻ってきており、香港人は1人当たりの消費額が大きいと回復していることを強調しつつ中国本土から日本旅行がコロナ禍前のように回復するにはもう少し時間がかかると説明した。おしまいということで、この記事帳面付きとことこすっ飛ばしております。全文知りたい方は概要欄からご覧ください。まあこの記事を見てもう瞬発的にですね、これは中国の泣き言をね、代弁してるんでしょうかって、まあそんな感じでございます。最近極端にね左に寄った東洋経済ならではの記事に私は別な意味で感服してしまいました。シンガポール、マレーシア、そこにタイを加えてね、新マータイが人気と言いますけども、蓋を開けてみたらビザ免除の国だけですからね、超つまんねえ記事を書いてマジで記事のネタがないんでしょうかっていう風に思っちゃいますし、シンガポールとマレーシアの事情がどうなってるのか僕はちょっと分かりませんけれども、タイには詳しいもんでね、タイの旅行の話をさせてもらうと、タイの旅行まだ回復しておりません。これには理由が2つございまして、1つはですね、ドンズバ中国人観光客が昨年まで全然来てなくてですね、景気もさることながらビザも足かせになっていたと。それからもう1つはですね、実はタイってロシア人観光客が結構多くいたんですよ。夜の世界のお姉ちゃんでもなんでここにロシア人がいるんだってのがありましてですね、人数はそれほど多くありませんでしたけども、ロシアの観光客はですね確実に訪れておりましたが、今はご覧の通りでございまして、なかなかタイには行けない状況になっていると。ですからタイ全体としては、ね、観光需要がまだ戻っていないんですよね。っていうのがこれ昨年ベースの現実的なお話です。かたや日本はどうかというとですね、日本政府観光局のですね最新のデータによればインバウンド訪日客入れ食い状態でもございまして、コロナ禍前の2019年の数字昨年10月に突破しまして、それ以降ずっと上回る状態がついております。もうバッコンバッコン伸びております。もちろんこれはですね、円安が効いているということはですね疑う余地もありませんが、ただ一方でこの数字というのは中国とビザありで達成したので、正直中国のお客さんそんなに来なくてもですね全然大丈夫となっております。なのでどうぞ新マータイでもですね、新ゴジラでもお好きなようにやってください。しかし東洋経済は本当にあれだね、人気の旅行先だった日本に手強い競合が現れるってね、そんな見出しだったのに、その内容が超薄口でただ単にですねビザあるなしでございました。マジでびっくりコキマロでしたよと。さてお次は、バイデンの認知症が完全かつ最終的に確定しちゃったお話を、 BBC ニュースより見出しがですね、バイデン氏機密文書を持ち出して訴追されず、検察報告書は記憶の衰え指摘ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。バイデン大統領の私邸などから機密文書が見つかった問題で捜査を進めていた司法省のロバート・ハー特別検察官は8日、バイデン氏が故意に機密資料を保持し開示したと結論する報告書を発表したが、起訴はしないとしてる。マジ嘘でしょ。機密文書を持ち出としてあれほどトランプはやられているというのですね、バイデンは問題ないって、さすがにこれはやばいねんと。で、報告書によるとバイデン氏は機密資料の一部を回顧録のゴーストライターに提供していた何それ。しかし特別検察官はバイデン氏が記憶力に劣る高齢男性であるがために有罪にするのは難しいと結論付けた。あーなるほど、そういうことね。記憶力がないからね、すぐ忘れちゃうからメモ代わりに機密文書を渡しました、てへっぺろってことなんでしょうか。それを許すアメリカ検察、日本以上に仕事してねえなと。で、今回の報告書では問題の文書が最高機密のトップシークレットに指定されたものですげえなおい。そのトップシークレットのファイルにはバイデン氏が機密の情報源と方法に関わる国家安全保障と外交政策に関する事柄を記したノートも入っていた。だが、報告書はバイデン氏の有罪は立証できないとの結論に至ったと説明。ちょっと物理的な証拠が揃ってるのに有罪が立証できないって、もうなんでそうなっちゃうんでしょうかねと思って、立証できない理由として報告書によると、バイデン氏の記憶には重大な限界があることが聞き取りから伺えた
という、バイデン氏は自分が副大統領だった時期や息子のボー・バイデンの死去のような数年以内の時期についても思い出せなかったと報告書は書いている。もう A しか出ない。これ端的に言ってしまえば、バイデンは認知症が進んだ老人です、だから許してちょんまげって言ってるわけでしょ。おいおい、よくそれで大統領が務まりますなと。でもこれくらいね、もう中途半端にボケてね、ボケまくった方が操る側としては便利だっていうことなんでしょうかね。オバマが後ろでにんまりしているかもですけれどもと。で、バイデン氏は不起訴の決定を歓迎、この問題はこれで終わったと述べた。いや、終わったのはですね、次期大統領選の方じゃないの。こんなにボケてたら勝てるわけがないでしょと。そしてバイデン氏はトランプ前大統領について機密文書の不正取り扱いの疑いに関する捜査を妨害していると非難した。これアメリカ史上最高のお前よってやつじゃないでしょうかねと。で、これを受けてバイデン大統領は同日夕方、予定ではなかった記者会見を急遽開き、私の記憶力に問題はないと特別検察官の指摘に反論した。そしてさらに特別検察官の主張に対して、正直言ってお前らも知ったことかと内心で思ったと明らかにし、息子のボーがいつ亡くなったのか誰かに思い出させてもらうことなど全く必要ないという強い口調で反論を行った。おしまい。ということで、この翌日9日にですね、改めて、パリス副大統領がですね、この捜査報告書は事実とはかけ離れており明らかに政治的な動機のある傷だったというふうに強く非難しました。おそらくは11月のですね、大統領選を念頭に、このボケ老人で大丈夫なのかっていうですね、そういったね、国の雰囲気をね、全国民の雰囲気を払拭したいというふうに思いですね、強がりで言ったと思うんですけども、まあバイデンはもう無理でしょう。だって8日のこの反論会見の時ですら認知症を肯定するような動きをやらかしておりましたのでですね、バイデンがですね、この報告書は失礼だ、私は断じてボケてないってね言ってる、その会見場でですよ、記者からパレスチナのことを尋ねられて、ガザへの人道支援に向けて外交努力を行っているが、メキシコの新大統領が国境を開けないというふうに言っちゃいまして、なんすかそれ、中東にメキシコなんてありませんよね。それを言うならエジプトだろうってですね、全員記者がずっこけちゃうほどもうポンコチ図をやらかしてしまいまして、もう控えめに言ってバイデンは終わってると思います。それからそうだそうだ、 DJ そうだ、昨日の動画でアース原口を叩きましたら、コメ欄にたくさんの意見が入ってきまして、まあありがとうございますという感じなんですけどもね、まあそういった前置きをした上で、僕の伝え方が悪かったんでしょうかね、原口議員を叩くお前はバイデン支持者だってね、もう奇妙なレッテルをバッコンバッコン入れられてしまいましたですね、僕的には縦線さーって感じでございますが、まず大前提としてですね、僕は4年半ですね、この YouTuber をやってますけども、僕がバイデンを持ち上げたので、多分ですね、中国を締め上げた時ぐらいで、基本的に日本政府はバイデンに追随するなっていう風に言ってた側の方なんですよね。例えば直近1週間を見てもですよ、2月8日の動画ではバイデンが失言連続、フランスマクロンをミッテランと呼ぶってことですね、認知症を取り上げて、日本政府はバイデン政権に見切りをつけてそっと地外交をしてくださいというふうに動画内でお願いをしておりますし、それから2月8日の動画では米国で内乱寸前、国境を取り戻せトラック野郎デモがすごいというタイトルで、不法移民の件についてテキサス州の国境沿いがバイデンのせいでもザル状態になっていると、それを閉じなきゃあかんということで抗議をするためにですね、大型コンボイのトラック野郎どもはですね、抗議デモを行っていると、まあこのように僕は伝えておりますんでね、僕をよく見てくれている視聴者さんはささやんをですね、バイデン支持者なんていうふうには思ってないとは思いますけども、何なんですかね、一元さんなんでしょうかね、このコメントが入ってくるのはね。中にはお前はバイデン支持派で世界を俯瞰できないやつってね、そんな声もありまして、どう返せばいいのか謎すぎです。それからですね、もう一つ、原口支持派の人に対して僕は一つ言いたいことがございました。僕の動画ではですね、あまりコンテンツとしては出しておりませんけども、僕は世界情勢を語る上で参考にしている YouTuber が約4名ほどおりまして、でそのうちの一人がですね、越境 3.0 のカズさんです。もう2年ほどですね、定期的にウォッチしております。きっかけは世界情勢の方ではなくて、地熱発電の方だったんですけどね、カズさんも地熱発電を熱心な方でしてね、それで番組を知った口なんですが、でその越境 3.0 のカズさんが原口議員と最近ですね、何回かコラボしているわけですよね。つまり何が言いたいかっていうと、原口発言のバックボーンは全部じゃないですけどね、越境 3.0 さんの動画を通じて僕は知ってるんでね、原口発言がどういった部分からね出てきてるのかっていうのはですね、大体分かってるつもりです。ですから全部が全部否定ということではないんですけれども、例えばですけれどもね、バイデンのせいで世界のあちこちが紛争化してきていると、軍産企業が儲かるばかりだって、その話は事実としてですね、そうなんでしょうからね、それは納得しておりますし、バイデンが政権にいる間は世界の混乱が止まらないってことで、僕は逆説的だけど納得しております。逆説的というのはつまりですね、バイデンが認知症で正常な判断が下せない、操り人形的な部分も含めてもう不完全
全な状態ですからね、暴動を起こしたい連中にとってはこれはまたのないチャンスだと、おそらく11月までがボーナスタイムというふうに思っているわけですよ。11月の大統領選でバイデンジャンプじゃなくてですね、バイデンチェンジの予測が今立っている中で、じゃあそこまでの間は思いっきり引っかき回してやろうじゃないかというのはですね、危ない連中の考え方だと思いますので、ですから今年の秋までいろんなところで暴動や紛争が起きるんだろうなというのはですね、笹谷の見立てでございます。なのでバイデン政権に対して日本政府は不快をするなよという部分においては多分方向性は一致してると思います。と同時に笹谷はバイデンの支持派だってね言ってる方はですね、僕の過去動画をちゃんとよくご覧くださいませ。ということで今日も話がなくなりましたので、これくだんして最後はほっこりだけで締めたいと思います。バイデンでは選挙が厳しいとかけまして、冗談で笑わせると解きます。その心はジョーク最近いろいろマッサージにこれ出しておりまして、いろいろとですねマッサージの機械をね試してるんですけども、でもなんかねそこら辺に固めておいておくと、なんかすごいなんか違うことに使ってんじゃないのかっていうですね、部屋の一角が怪しい雰囲気を醸し出しているんですけれども、ということで本日も面白かったためになったらですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。